えー、それではですね、えー、数十年前に寸大全国模試で日本酒1位を取ったことがある医師が解説する、えー、日本史ですけども最終的にはこの網野先生のバイイ「バサラ大平記」っていうのを読んでいこうかなと、ねえー、思ってるんですけど、まあ、それを読むにこれ門官の衣装を書いてるんですけどもそれを読むにはこの「信号立て替わり」 いうのね、立川流っていうのを理解せなあかんということで今ちょっとこの立川流の方を説明してますね。で立川流をね理解するのに予備知識として前からドクロ本尊があってドクロ本尊につながるまあ抱きにてそういうえ 死への恐怖ね死肉を食べるという抱きに天をはじめとする女神女神の、ね、力の源泉っていうのは如意宝珠があってそれのものっていうのは物っしりがあったとねそれが全て狐につながってたというのがまあ予備知識としてそれが毒炉本尊や抱きに天法につながるんやということでねで、えー、当時 っていうのはまあ東密というぐらいですけども今言ってみるとですねえ東密の珍珠府ね地元神っていうのがもうえ当時の五重の塔の下にも祀られてるね神仏集合はまた元に戻ってるということになるんですよね。明治維新に神仏分離はされたけどやはり日本の原点としてはえそういうね日本独自の信仰っていうのがまた戻りつつある。 ねえー、でまあこの平安時代っていうのも、えー、全ての信仰がね最初なんと六種の教学仏教から入りそれが平安時代に対密国家の密教となり、まあ、それが当時の最新科学であり実学であったとねだからそういうことでは、えー、呪術や彫、ね、刻、うん、なんかがね行われたとおいうことになりますよね。で、えー そういうね、えー、そういう呪祖返しっていうのもあったから各有名人にはね、えー、ご呪祖っていうてそういう、えー、呪祖をまた返す人これはまあそういう、えー、道密対密あるいは修験の陰陽師なんかがね関係してたんやけどもでこの「真言達刀流」のね、えー 階層って言われているのはこの仁官っていう人なんですよね。で、仁貫っていうのが一体どんな結膜にあるのかっていうと、これ高望大師の結膜で,で第五次の三芳院のね、うん、階層になる昭覚の弟ということですよね。で、こちらから一応、うん、あ阿張り伝法関照を授けられたというようなあ。 お坊さんで、このお坊さんっていうのは、えー、村上天皇の子供さん、ね、えともひら天皇の、えぇ、ー、深刻降下した、えろ、ー、諸房、ね、えー、その諸房の子供、年ふさ房、それから秋房、ね、えー、というような子供が、非常にまあ、優秀の高いとかくらい位の高いものですよね、えー、人たちにね、 でえー、それがまあ御三条っていうのは前にも出てきたと思うんやけどもえここですよねえ前にもね御三条天皇があったり村上天皇があってここ,ここが友平あね村上源氏になるんやけどもその子供さんがあって霊前天皇これがちょっと。 とおかしな天皇やって円融に変わって一条ね、えー、という形になってますけども、えー、この三条っていうのはやっと戻ってきた摂関、うん、政治ね摂政関白に、えー、藤原家がいない、えー、政治をやりたかったと、うん、あやりたかったんやけどもそれはもういじめられていじめられてできへんかったと。で二党鉄律があって。 えここで御三条天皇ね、戻ってきてこ、この人も、寄り道にいじめられたんやけども、やっと天皇になって、寄り道の子供が生まれへんかった。ということで、この人がまあ、深くね、愛禅名をね、信仰して受葬を行ったと、国家五三条天皇受葬を行ったと言われる、まあ、 で本来はご三女は白河の次にその自分の、ね、子供たちをつけたかった実人、えー、それから、えーえー、スケヒト親王をつけたかったんやけど白河はそんなお父さんの言うことは聞いてられやまって。 で自分の子供子供をねつけてこれがまあ陰性の始まり8歳とか6歳で、えー、つけてますからねだから本来はあ個体師になるはずやったあ人のご自走が認可や、ねえー。だから非常にまあ親類同士くらいも高いんで本来はエリートコースを歩んでて、ね、それも言えばまあ 第5次のね、えー、雑にでも慣れた地位の人が、えー、これ、えー、ですねこの昇格の稚語、えー、やったあ千住丸っていうのがた、えーえー、ぶらかしてですね任,、えー、任官がですね、えー、この鳥羽上皇を亡き者にしようというおとしき でその罪を,らえらえ、ねえー、罪を問われて伊豆に流されたという話になってるんですよね。この永久の変っていうんで伊豆に流された。で伊豆に流された時に名前を「連年」と書いて。で、えー、伊豆の立川の大名字である建蓮に、えー、この第五次というか任官の 法を伝えた。それが、まあ、立ち信号立ちかわるの素になると言われている、ね、認可、連年、連年、県連なんですけども、これって、もともとはね、きちっとした血脈、ね、があって、それで第五教学っていうか、第五陣にも第五陣っていうのはね、基本的に、 えこう御殿天皇が授けられたんですけど「始祖は伊元大子」っていうんやけどもえ縁の尾図がねえいてたぐらいで修験のねお寺やったんですよね修験を守護するお寺で修験道っていうのはもちろん採体があって修験そのえと俗とんそれから宗教との間をねえ持つそれでえ山に対する信仰を持つ。 宗派の一種ですよね、えー、それを、まあ、非常に、まあ、重きを置いた「第五教学っていうねで本有思想があってそこには「三元面授」っていう本もあるんやけども一切の修道に本来、えーね、本質的には具有されている悟りにもちろんあると。だから人間っていうのは誰でも悟れるんだよと。 男性しか悟るやん女性は生まれ変わって男性になると悟りやんっていうのがあってじゃないんだ修験、えー、道の中では一切の修行は全て悟る、まあ、これは天台宗にも伝わって、えー、浄土系法然親鸞にも言ったし日蓮にも言ったし、ね、全ての人間が悟れるよって、ね、ちょっと違う方向に言ってオンリエドゴン浄土っていうような形に。 ちょうど真摯はなってしもたんやけどもその中でも「現世で悟りましょう」「理主教なんていうのはそういう現世で悟ろう」という形で「自正常ねす全ての人間は正常な思想を持ってるね悟りに通じるんや」ということもね第五教学の中にもきちっと書かれてるんですよね。それを習ってきた人間ね連年がそれを伝えた。 ねえー、それを伝えたいんだけどそれがやはり、えー、本来の漢方面それを想像するっていう面だけではなしにそれを実践してしまって、えーねえー、悟りに近づくまだそこまでは分かりますよねまあ、えー、もちろんその頃っていうのは、えー、再対応してたりとかね、えーこ 真言衆じゃなしに、浄土真宗なんかでも再退をしてますからね。だから、嫁さんを持ってたりとか、あるいは稚子って言って、天台宗でも、真言衆でも稚子っていう子供をね、自分の本来の性欲の道具に使ったというようなお坊さんがね、いう形もあるんですから、本来そういうね、性欲 っていうのはえ何か使うところがあったとねそれを隠したてするんやなし本来のね今のまあ言えば男女解放ねあるいはそういう性にも関係性へん全ての人間というのはえ正しいねえその性っていうか自分のやりたい性を持ってるんやというようなものにも通じるかも分からない。 ね、えそういう LGBT 運動ですねそういうものに通じるかも分からへんような表に出,さん出して、ねえー、我々は、えー、そういう男女を解放しようと、ねえー、いう思想があまあこの信号に立ち返るような本来やったんやけどもそれがなんか秘めた思想を隠す、ね、密教で隠すあるいは秘めた思想で隠すからこういう。う ドクロ本尊や泣き似天保や、ね、シャリアっていう権力の中に埋没してしもて邪教となったのかも分からへんない、ねえー。今回はですね、ここまで、えーねえー、本来はその第五次流の本主思想ね、音楽思想っていうのが元になった、えー、全ての人間は悟れる存在である。 っていう思想をやったのが、うん、何か変質してしまった。だからそれは真言たちか流とは違う。可能法集団であるんだけども、それが同一、過去に、というか、先々。ええー、誘拐なんかで、えー、同室されてしまった、えー。ということですよね。えー、だから、本来のね、えー、まあ、正覚から来ると、正覚、連年に流れてる。そうっていうのは。 真疑真言を起こした雷雨にまでね結脈としては通じる、ね、もちろん心情にも通じる進化、ね、にも通じるって本当に、えー、きちっとしたお坊さんに通じてる、ね、漢方として想、ね、像するときに、えー、それがあエネルギーとして発症というのは当たり前のっていうかね何を悟りのエネルギーにするかってんだけどそれが、えー、実践に使われたりとかあるいはあ 呪祖に使われた。ね。えー、して、より、えー、おかしな形態に行ってしまう。それは、秘めるから、隠すからですよね。だから次、また、あ実践、立川流のね、えー、本来の実践の方に入りますけれども、えー、この蚊の方集団、えー、それから信言立川流、それから門間っていうのは、えー、現在のお研究では全く違ったもの、ねえー。その元になるのは、 この第五教学なんやけども第五次なんか今なも言ってませんからねこの辺は。ということで今日は終わります。